金融界のアマゾンということで、まあ、そのベースになるのが156種類の通貨という、暗号資産交換業の会社もね、だいぶ併業しているところも多いみたいですので、うまく事業提携したり、もしくは M&A したりという道もあるのかなと思っています。X コインの今後のロードマップに紹介したいんですが、はい、まず金融庁への その交換業者ライセンス登録っていうのは、確か記者会見ではやる予定というか、その申請中という話で当たったと思うんですけど、どんな感じなのかということと、ありました。あとですね、はい、今、ステーブルコイン156種類、法律外のステーブルコイン発行してますけど、はい、今後その、まあ、完成形、金融プラットフォーマーとして完成形に近づいたときに、別にどんなサービスが出てくるのか、はいはい、ということを教えてください。はい、わかりました。まずですね、今直近で金融庁からの、金融庁に申請、するものは第三者型前払い式支払い手段です。まあ、現在はですね、時価型でスタートしてますので、第三者型を取得しますと加盟店を募集できるようになります。で、まあ、それを今、加盟店システムを今作ってますので、加盟店の管理システム、加盟店決済システムを作ってますので、まあ、大体これが秋口ぐらいに完成します。で、その頃までに、第三者型のライセンスを得る予定ですので、そうすると、X コイン使えますという店、が、それから、まあ、どんどん加盟店を増やしていくという、そんな流れになります。まあ、その決済システムで、そうですね、まあ、X コインは前払い式支払い手段ですので、ユーザーは日本円現金に戻すことはできないんですけども、ただ加盟店は売り上げたときに受け取った X コインは現金化できますので、でそういう決済って結構手数料が高いんですよね。クレジットカードも 4% 5% 取られますし、ペイペイも今暫定的に無料ですけども、もう有料になったのかな、 2% 取るということでして、なそれこそスイカにしても何にしても何パーセントか事業者が負担してるわけですよ。ところが X コインはですね、まあ、ちょっと最初 0% でやろうかなと思ったんですけども、意外と各社結構高いので、まあ、1% 程度取ってもいいのかなということで、今ちょっと数字は検討中なんですけども、そうするとお客さんがクレジットカードで払うか、ペイペイで払うか、X コインで払うかによって事業者の取り分が違ってくるわけですね。手数料がバラバラですから。ですから私たちはとにかく一番安い手数料にすると、まあ、現金と同じですので一番安い手数料にする。でそうすると事業者としては X コインで払ってくれたら得をするわけですよね。ですから今よくキャッシュレス、キャッシュレスで、ちょっと去年から話題になってますけども、それはですね、事業者としては手数料は取られるわ、しかも売り上げても入金されるのは1ヶ月、2ヶ月先だったりするんですよね。ですから、キャッシュレス、キャッシュレスっていうけども、結局事業者の利益が減っただけで、キャッシュレスによって得はしていないというね、そういう中小の事業者多いんですよね。だからもうカードやめたというところも出てきてるぐらいなんですね。であれば X コインであれば現金と一緒ですから、まあ、一番安い手数料は取るかもしれませんけども、だからクレジットカードで払われるぐらいだったら X コインで払ってくれた方が、じゃあお通しサービスしますとかですね、そういうこともできるかもしれないわけです。あとそれから e コマースですね。それこそ、まあ、各社も百貨店にしても航空会社にしてもホテルにしてもですね、ネット上の決済で売り上げる場面多いと思うんですけども、これクレジットカードで切られると 4-5% 持ってかれちゃうわけですよ。でも X コインとか X コインカード、まあ、カードについて後で話しますけども、で決済すればこれ手数料ほぼかからないわけですから、ですから使う側も X コインで払うとちょっと優遇されるとか、で事業者も X コインで払ってほしいな、そういうふうに思ってもらえるようなものになるんじゃないかなと思ってます。なので、まあもう加盟店募集開始したら加盟店になりたいっていう希望が結構たくさん来てるんですけど、まだちょっとお待ちくださいと言って待ってもらっている状態です。できればいろんな決済システムに乗せていきたいと思ってますので、とにかく安さで勝負ですね。でいつでも現金ができるようにっていうふうにちょっとサービスは進展していこうと思ってます。そうすると、まあ、ちょこちょこ X コイン使えますみたいなのを目にするようになるかもしれません。で、あとは、まあ、それが大体秋ぐらいから決済、加盟店募集を始める予定です。で、次はですね、X コインカード
これを、一応年内のつもりですが、もしかしたら春ぐらいになってしまうかもしれませんが、Xコインカードを出す予定です。これはマスターカードをですね、Xコインウォレットに、の残高分、Xコインカードで払えるという、まあ、これはプリペイドになるんですけども、デビットカードっていうと銀行口座から引き落とされるものですけど、これプリペイドカードでして、その X ウォレットにある残高分だけカードで使えるというものになります。そうしますと、X コインどこで使えるんですかって言われたときに、そういう X コイン使えますよとマークのある加盟店で使えるだけではなくて、全世界のマスターカードが使えるお店で、X コインカードでもって切ることができると。そうすると、カードで決済すると、リアルタイムで、この X コインウォレットから引かれるということです。で、これは6種類のマルチカレンシーカードでして、これ大変使い勝手のいいものになりそうなんですが、例えばアメリカで、X コインカードで切ると、X コインウォレットのドル残高から引かれます。で、ヨーロッパで、買い物をすると、X コインウォレットのユーロ残高から引かれると。まあ、その通貨の残高がない場合は、まあ、日本円、まあ、その時のレートに換算して日本円から引くことになるんですけども、そうするとこれかなりお得でして、まずこの1ドルは1ドルになりますから、100ドル買い物したら100ドル引かれるので、その、為替、手数料がかからない。あと、それから普通国境をまたぐと 1% クロスボーダー手数料がかかるんですけど、これもかかりません。金利手数料もかからないので、ですから結構多くの人、海外で普通にクレジットカード切るんですけども、大体 4、5% 手数料取られてるんですね。それが 0% でいけますから、だからいろいろな国で、ビジネスマンとか海外とかで使う人にとってはものすごく安いことになりますし、あと例えば子供がアメリカに留学しているっていう時に、X コインカードだけ持たせておけば、逐次入金、X ウォレットから X ウォレットに XUSD を送金するだけで、その分、その子供がカード使えるようになりますので、ちょっと国際送金もいらないですし、しかも単純に余震の枠があるクレジットカードを持たせるのと違って、親が毎週いくら出そうとか、月にいくら出そうというのを計画的に送って管理できるので、そういう家族間での国境をまたいだお金のやり取りもかなり便利になろうかと思います。それなので、決済システムを作って加盟店登録をするのと、X コインカードを出す、この2つは今後の軸になってくる部分ですね。で、それと今最初におっしゃった、その仮想通貨交換、暗号通貨交換業の資格ですけども、それは取得の今準備をしておりまして、これが取得されますと、X ウォレットの中で、イーサリアム、ビットコインなんかも同じように交換できるようになりますので、それは目指していくところです。聞くところによると、暗号資産交換業の会社もね、だいぶ閉業しているところも多いみたいですので、うまく事業提携したり、もしくは M&A したりという道もあるのかなと思っています。今、156種類の、X コインカレンシーを出しましたけれども、次に予定しているのが、X コイン、X ゴールドですね。金の価格と常に連動する、金のステーブルコインということになりますけれども、これは今ちょっと、地金を引き出すときにどういう条件をつけるとかと、ちょっと細かいところで今、金融庁とやり取りをしているところですけれども、これが決着すると出せますので、9月中に出せるか出せないかといったところですね。そうすると、X コインウォレットの中に、X ゴールドが入ってきますので、そうすると、円からゴールド、ドルからゴールド、自由に X コインカレンシーとゴールドを行ったり来たりできますし、あと、ゴールドは、エクスチェンジャーズの店頭に来ていただければ、金、地金といつでも交換しますよというですね、そういう形で X ゴールドをスタートさせる予定になっています。そうすると、ただの156種類の通貨だけではなくて、金が入ってくることによって、そういう方向に発展するんだなっていう、ちょっと未来のビジョンをですね、少し見せることができるかなと思ってまして、で、金ができれば、もうあとはもう、いろいろなものができますので、原油だったりトウモロコシとかですね、金属以外の商品先も行きますし、先物も行きますし、あと私たち第一種の金商法の免許の取得を目指してるんですけども、これが取れますと、例えば日経平均と同じ、価格で動くコインを出すこともできますし、ニューヨークダウも出せますし、特定の国の、
特定の会社、例えば X トヨタとか X グーグルとかですね、トヨタのと同じ株価で連動する、そういうですね、コインを出すこともできてきますので、まあ、そんな形で、まあ、金融界のアマゾンと申し上げたのは、X コインウォレットの中で、まあ、各種通貨を交換したり、払ったり、する貯蓄するだけではなくて、金に投資したり不動産に投資したり収益型のコインも入ってくれば不動産の賃料が入ってくるとかですね、まあ、いろんなものを投資したりということができるようになるかなと、まあ、これをもっとですね、まあ、金融界のアマゾンということで、まあ、そのベースになるのが156種類の通貨という、まあ、そんなふうに考えています。なのでちょっと今資金調達をしているところですけども、次のラウンドで、今だいたい10億円ぐらいを目指してまして、その次のラウンドでだいたい50億円ぐらいの調達を目指しているんですけども、まあ、その中でできることをしっかりやっていこうということで今進めておるところです。それから資金移動業もかかってくるんですけども、資金移動業を取ると今度は給料の振り込みをデジタル通貨でできるようにしようという法改正が今少しずつ日本で議論が進んでますけども、そういった時に資金移動業を持っていると給料の支払いをX コインでするという選択肢を提供できるようになるのではないかなと思っておりまして、それも今ちょっと資金移動業も含めてですね、まあ、大体条件が資金移動業も仮想通貨交換業もまあ似たような立て付けですので、まあ、1個取れればもう1個も取れるのかなと思っておりまして、今、その体制の準備をしているところです。手数料の低さっていうのはやっぱりその取扱い通貨の種類と関係があるのかっていう点と、はいはい、現在の仮想通貨交換所、暗号資産交換所と、うんうん、まあ、将来的にはその M&A も視野にっていう話ありましたけど、うんうん、具体的にちょっと話し始めたりもしているのかっていう点について教えてほしいです、はい。まず手数料の安さに関しましては、もともと私たちは今 X カレンシー、X コインカレンシーは通貨と同じものというふうに考えております。なのでその手数、よくあるペイメント事業というのはその手数料で儲けるのがビジネスモデルなんですけども、私たちはペイメント、もちろんペイメントもできるんですけど、ペイメント事業をしたいわけではなくて、まあ、通貨の一つの機能としてペイメントできないと話にならないので加盟店募集してやるんですけども、ですからそこで収益を上げるというビジネスモデルではないんですね。で、私たちのビジネスモデルはとにかく多くの人が使うようになれば発行残高が大きくなりますので、その分多くのお金を預かることになるわけですね。で、この預かり資産を安全に運用するのが私たちの収益の柱になります。なのでどれだけの決済の手数料を取れるかというところには頭がなくて、むしろ他と比べて一番安い金額、なんならもう当初ゼロでもいいと思ってたぐらいなんですね。それがまあちょっと儲けどころが違うので、ペイメントの手数料で勝負する利益を出すというビジネスモデルではないということですね。あとそれから仮想通貨交換業に関しましては、まあ、ちょっと併業したりする会社がいくつかも出てきてますので、そういうところと若干提携もしくはM&A の話をですね、これまで何社かしてきたことはあります。今後それが実れば結構早い段階で交換業を取得したときにできることがスタートさせてもらえると思うんですけども、あと自分たちでこれから申請するとなると、やっぱりちょっと時間は要すると思うんですよね。なので、まあどっちでもいいかなと思ってまして、まあ、いい条件で提携したり M&A できるところがあればですね、早期に組んでいきたいなというふうに思ってます。 Cointelegraph. Like, subscribe, and HODL.